パストレーナーのです今日はですね、やっちゃいけない、でもやっちゃいがちな筋トレフォーム6選ということで、まあ結構ね、あのやってしまいそうなトレーニングフォームの間違い これをやってたらね、せっかく筋トレやってるの、なかなか効かないし、筋肉もつかない、無駄な時間過ぎちゃいますよっていうことで、まあ、あの、注意を促すという意味で、このトレーニングフォームね、一応6 0ということで、ちょっと半端な数ですけども、あの、一応自分で分類したら5じゃなくて6になっちゃったんですけれども、まあ、6つにタイプを分けて、ちょっと紹介していきたいと思うんですけど、まさか皆さんがやってると思わないんですけども、まさか皆さんがこの間違いをやってることはないと思うんですけども、もし、 ね、自分があやってしまってると思ったら今すぐ修正してくださいそうすればねあのと,とにかく無駄な時間が減りますからそこをね気をつけてやってみてもらいたいと思うんですけれどもまずねその1番目というのが上上だけ症候群上だけけです誰が名前つけたか知らないけど上だけ症候群ってやつですけど例えばアー,アームカールねアームカールアームカールをやっていく時にもうこういうやつですね1三3 4 5これ上だけ あるいは胸もある、胸もある。ダンベルプレスもよくあります。ベンチプレスもよくあります。これを1、上だけ、2、3、上半分しかやってない状況とか、スクワットでもある。スクワットでも、こうやって担いでやっても、なんかここら辺から上だけ、ここら辺から上だけってやってるんですけれども、筋トレってやっぱり下ろしてこそなんぼ。下ろしてっていうか筋肉を伸ばしたところで負荷をかけてなんぼなわけですよ。 縮んでるところもまあ重要な時もありますけどね、アームカールの上でここでピークを高くするってのはそれは必要ですけど、筋肉を作ってくれととにかく伸ばそうをしっかりやらなければいけないので、スクワットやっぱりぐーっと下ろして下ろして、ももが水平近くまでなるまで下ろして上げていく。そこまで筋肉を伸ばしていくことが大事。ダンベルプレスでも、 で上だけやっても意味がなくて逆に下半分だけやるぐらいな感じで胸を伸ばす大胸筋を伸ばす方だけやっていこうがまだいいという感じそうやって筋肉を伸ばすことによって刺激が当たられるアームカールもう今言ったように上も大事なんだけどこの伸びるところ、まあ、伸ばしきる手前ねそこまでしっかり引き伸ばしてくるそしてその引き伸ばしてくる過程をしっかりゆっくりやっていくというのがまあ 大事なわけでは、ここまで下ろしていく。とにかくね、ギリギリまで下ろす、伸ばす。というのが大事なので、この上だけ症候群は、ちょっと解消したいところがあります。そして2番目ですけれども、吐いて抜くというやつですね。これは、まあ、ショルダープレスなんかもありがち。ぐーっとここで吐けなくて吐けなくて、ここで吐いてしまう。グーっと入っここ吐いてしまう。ここで吐いてしまう。ここで、トップまでなんか頑張ってんのに、こっから、 ここで吐いてしまう。そうそう、このトップから上半分が、はッっと力抜けてしまって、支えてない状況が生まれてしまうので、ここむしろね、吐くんじゃなくて、こっち、吸うとこですね。このトップチョコからもう、吸うっていうのをやっていけば、最後、ここも吐けるはず。ここ、吸うって思っておけば、ちゃんとトップのところも吐けるはずなんですね。だから、トップのチョコで吐かないと。胸でも本当に同じことが起きるので、うーうーさっきのアームカールド、まあまあありますよね。うーうー とにかく、あの、呼吸を間違えない。トップの直後はす、トップの直後はすですから、そこを間違えないということ。まあ、それに付随しても、下ろすときやっぱり抜くね。さっきのアームカールじゃけど、ぐー、うー、上げたら終わりだと思ってる節があると。胸も結構あります。ダンベルプレスも、うー、うー、今の呼吸と合わせで、降りる方のことも考えてない場合があると。 これはもうとにかくもったいないです。いわゆるおろすぎ、ネガティブ。そして引き伸ばしながら抵抗する。そこを大事に大事に抜かないようにやるということが、一番筋肉を作っていくことな大事なことであって、そこを逃していたら、本当に回数をやって、重いのをやってるのも本当に変わらないので、 下ろす方法を丁寧に抜かないでいくということ。下ろす方法を丁寧に抜かないでいくということ。もうそこをやっていかなければ、その1回のうちの多分8割ぐらい損してるみたいな感じなので、これはね、とにかく下ろすときに抜かない。下ろす時にも抵抗しながら、トップの直後から、トップの直後から抵抗しながら、抜かないでやっていく。ということ。ここは必ず、毎回毎回、マイレップ、マイレップ注意してください。そして3番目というのが、早すぎね。早すぎるやつ。 また、あ、さっきの2番目のやつに付随しちゃうかもしれないですけど、帰りだけじゃなくて、息もすべて早いっていうやつね。サイドレースなんかもこう、ふん、ふん、ふん、すべてが早すぎて、何をやってるか分からない状態になっちゃうということ。三角形を使ってる感じは一切ないですね。弁当オーバーローとかでも、でバ,バーベルとかの結構多いですけど、バーベルやってる人多いですけど、これを、ふん、 なんか、何の作業してるかよくわからない感じになってしまうんですけど、とにかく、早すぎなので、ね、これ、ダンベルでバーベルで多いんですけど、収縮するときにも負荷を与えながら、降りるときにも負荷を与えながら、収縮でも負荷を感じる時間が欲しいし、抵抗する、引き直されてるときにも、もちろんネガティブを使うのに時間が欲しい。引きも時間欲しい。帰りも時間。それを丁寧にやっていく。ということで、 やっぱり筋肉が作られてくるリアクションを起こしていくわけですね筋トレっていうのが側近を鍛えるものだから側近に刺激を与えるものだから早くやった方がいいというふうにちょっと勘違いしてる場合があるんですけれどもねそれをね早く側近だからといってこんな感じでやる必要はなくてですね別にこのぐらいのこのぐらいのペースでサイドレーズをやっていっても十分側近なんですよこの速度で、ね、も十分側筋です チキンっていうのはもっともっと長いです。もう本当にマラソンレベルね。10キロ、20キロ、30キロ走るとか。あるいは、今こうやって立ってるのにずーっと使ってます。何時間でもこうやって立ってます。まあそれがもうチキンです。サイドレーズや弁当ワラドとかその辺で、こうやってやって3、40秒で全力を出し切ってしまうぐらいな感じのものであれば、もうそれは側筋を刺激しているので、ね。 あの本当に目で見えるほど早くやる必要はないということ。十分です。重さがありますから十分速記を使うので速すぎないようにしてください。そして4番目ですけれども、左右違うということ。この左右の違いは本当に自分で気づかない場合が多くてですね、あのベンチプレス、ダンベルプレスをこうやってやっているときもですね、まあまあありがちなパターンとしては、右が下がってるけど左の肘だけグッと上がってる。こういうパターン結構多いです。でこれは 左の脇、背中の筋肉が弱すぎるコントロールができないんで、これがふわっと浮いちゃうっていうパターンが多い。で、右側で、ね、下がりすぎてる場合には、まあ、こっちがノーマルの場合もあるんですけど、逆にマウスをこうやって使いすぎて、こういう作業ばっかりしてる人は、この肩を前に出すっていう感じがすごい強くて、それでこう後ろに引くのがきつくてきつくて、肘が下がってしまうという場合もありますので、まあ、それはちょっと左が弱いのか、右がそのマウスのせいなのか、まあ、いろいろありますけども、一般的にはもうこういう感じが多かったりします。 それからサイドレーズでも上げているときに左右の肘の高さが違う場合があります。左右の肘の高さが違う場合があります。まあいろいろあります。まあどっちにしても上がってない方が収縮できてない、硬いという感じなので、もうこれはね、まず、あ、目に見えますから必ずどこを見ているかと、サイドレーズはどこを見ているかというと上がった時の肘の高さを見て 同じ高さがってか、無理してこうガッと上げるんじゃなくて、まあ、きつい方があったら、きつい方がギュッと締まったところにきつい方をね、こう無理にこうやって双部筋で肩を上げてっていうふうにするんじゃなくて、きつい方に合わせていいと思うんですよね。こっちが上がらなければ、こっちがですね、ここがギュッと締まってるところ、それが目いっぱい締まってるところをやり続ける運動をしていけば、次第にね、まあ、あの、何回ずつか,かかっていけば、ちゃんとしギュッと収縮できるようになりますねそこをちゃんとやってほしいし、あとはね、アームカールね、アームカールをやってて左右ね、このね、ダンベルの角度が違う場合があるんですよ。 上げた時にダンベルの角度が違う場合がある。これ結構あります。これもね、まあ一応正面だったら目で見えますから正面で鏡を見ながらやってほしいんですけど、必ず水平真横になるようにして、この違いがないようにしてください。これが水平じゃなくてこういう風になってる、この収集の度合いが変わってくるので、必ず水平の状態で左右対称にしてやってください。ここは目で確認できるところはやっていきましょう。そして5番目ですけれども、 楽な方に逃げる動き。まあ、これちょっとパターンいろいろあるんですけど、ダンベルプレスとかショルダープレスの時に、これがね、前腕が中倒れする。中倒れ。中倒れすると、漢字のターゲットである部分、このショルダープレスの場合、三角筋が楽になる。 楽になった分、どこが大変かというと、三頭筋が頑張っちゃってる感じ。胸でも、大胸筋をやってる時にも、垂直でいきたいのは中倒れしちゃう。そうすると、三頭筋により負荷があって、胸の筋肉が楽になっちゃうんですね。これがぐーっと狭くなっちゃう人。であ、特に上げてる時に、ここから上げる時にぐーっと狭くなる。上げる時はより負荷がきつくなってくるんですけど、そこをどうしても逃げてしまって、中倒れしちゃう場合がある。これ前腕垂直で、ずーっと行かなければいけない。これは胸でも肩でも同じ。 前腕垂直で上げていて中倒れしないということ。それからアームカールね。アームカールでも楽な方に逃げてしまう。これはね、座ってやってても立ってやってても、ほぼ肩の真下に肘があって、その真正面にダンベル、手首がある。っていうのが一番いいんですこれが外に行っちゃうパターンがあります。外にこうやって行っちゃうパターンがある。これ外に行ってるとね、外に行ってると正直このね、この真正面と比べて距離が遠いんですよ。 正面にあると、こことここの、この距離っていうのは一番近いです。一番近いです。だけども、これが外に行くと、その分距離遠くなります。微妙に遠くなります。だから、遠くなるっていうのは二等が縮んでないですね。だから正面に来た方が縮んでてきついんですけど、これ縮むことができなくて、でも上げたいから外に逃げてしまう,うになっちゃう。上げてるけど縮んでないという状況。こうじゃないです。これアームカールは、皆さんね、まあの、手のひらを上にすると、ね、ダンベルをこうやって持ってると、こっちに逃げちゃうんですけど、これね、 小さい前ならしますね。小さい前ならえは誰でもすぐにできると思います。この肩の真下に肘があって脇を締める力も使わないで、あんまり脇締めちゃうから余計こう外出ちゃうんですけど、小さい前ならえの状態で、この真下に肘があって、その真正面にこの前腕手首ありますね。で、これできます。で、この今平行なレールを走ってるようなこの動き、このラインで手のひらが上に来てるだけなんですね。これが手のひら上にするとこっち行っちゃうわけなんですよ。 こういかない。手のひら上でもこの小さい前になると同じ軌道で来るっていうふうになると、外に外れていかないということ。あとはね、ライングフレンチプレスをやってる時に、本当は両方でこうやってやりますけど、これ今片腕して説明しますね。これを押し上げていく時に、ダンベルを押し上げたい押し上げたい、ダンベルを押し上げるというイメージを持ってると、本当はここのね、肘ここです。ここを中心にこういきたいところが、このポイントから外れてこっちに逃げちゃうんですよ。こっちに上げるときに逃げちゃうんですこれは。 ここから逃げちゃうんですだから上がってるんだけど、これを引っ込めることで上がってる。つまり、肩の三角形の収縮をこっちに入れながら、肘を伸ばすという作用をしてしまうので、そうじゃなくて、肘がこっちに向かって全然いかないように、むしろここにちょっと押し付けるぐらいのつもりで、やっていかなければ肘がへこんでしまうので、そっちにならないように動かさなければいけない。それをやってしまうと、まあ、三時は楽ということですね。あとは、あの、復帰のレッグレーズもね、レッグレーズもやってるときに、 いつも僕、膝を伸ばして伸ばして言います。膝を曲げるともう楽なんですよ。曲げると、ここが緩んで、緩んで、この股関節の曲がりで膝が来てるので、自分はここもう上げてる感覚になってる。でも、これ膝が来てるんだけど、こっち上がってない。だから伸ばして、それをごまかさないで、こっちを上げなきゃいけないんですけど、曲げないということ。で、降りた時もそう。降りた時もこれをね、曲げてしまうと、足先は下がってるから、下がってると思ってゃんですけど、膝が下がってないから、ここ伸びてないんですよ。 足を伸ばすことによって、ここはしっかり向こうに引っ張れて、この踏ん張りがあるんですけど、この曲げてしまうと踏ん張りがなくなっちゃうんですね。だから、必ず伸ばしたまま、伸ばしたまま曲げないように、絶対やっていけなければ、レッグレーズはいけないということですね。ここもチェックしてください。そして最後の6番目ですけど、お腹に力が入ってない動き。このまあまあ,あります。まあ、腹筋が弱いからこうなってしまうんですけど、ショルダープレスをやってるときに、ショルダープレスだったときに、 肩が収縮しなくて腕が前に出てしまうというのはあるかもしれないですけど、これをね、なんとか上に押し上げを頑張ろうと思ってるんだけど、前に出ないようにしようと思ってないけど、そうするとお腹に力が入ってお腹が弱すぎてこれが後ろに逃げちゃう。後ろに逃げちゃうんです。後ろにいちゃう。もしくはこれがガッと出すぎて腰が入りすぎて、結局のところこれが上に向いてしまって大胸筋で上げるような形になっちゃうので、 後ろに逃げないためにしっかりお腹をね、へーっと硬くして、全力で硬くしていく。頭の中では腹筋とかとゴブゴブで考えるぐらいに締めていかなければ、これが抜けてしまって、後ろに行ってしまうので、まあ本当に肩のためにも腹筋を鍛えなければいけないということね。それから、スクワットでも結構あるんですけども、スクワットでもね、腹筋が弱い人の場合、ここから立ち上がった時に、フッとこないんですよ。フッとこないんですよ。 足伸ばしてるからいいじゃないかって言われそうですけど、足が伸びてるだけで、あの、この上半身がこう残ってますよね。これね、お腹弱いからこう起こせないんですよ。これを足の裏とここを引き離す。そして頭の手で引き離す。そうね、ここを引き離すために本当はお腹を持ち上げてこう来なければいけない。これが抜けてるから、こうなっちゃうんですよ。ここに。 残っちゃうでも足伸ばすだけの運動じゃなくてこっちの電筋もしっかり使えたらこう起こすことで電筋反応を使うわけですねそれが使えなくなっちゃうのでこれをしっかり起こすようにお腹もしっかり持ち上げてこなきゃいけないということでこの腹筋が弱いというのもまた別の種類があってスクワットをやっててもねスクワットやっててバーを,バーを見てもらうとバーの右側がねこう前に出てきているんですよ前にこうねじれてしまう足はねまっすぐにしてね真横にしているはずなのに降りた時にちょっとねちょっと右が前に出てるパターンが 結構ありま,すまあこれは傾く場合には全ての人がこっち側に傾くんですが逆ってないんですけれどもなので鏡で見てこのねねじれが入ってないからねじれたら右側構えてで右側を少し戻すね少し戻すっていうふうにしなければ足と平行にはなってないんでそこを気をつけていければこれねあのもともと体のねじれもあるし片方の腹筋が弱い場合があるのでそのねしっかりと足を見ながらこのねじれがないようにしてほしいですでデッドリフトもさっきのスクワットと一緒でしてデッドリフトをやっていくときに これで上半身を起こしていかなければいけないのに、先に足が伸びてグッとなってこうなってくる。これ、このパターンになっている場合は、お腹が弱いです。お腹からしっかりグッと持ち上げていければ、一つのまとまった動きとしてできるんですけど、それができてない場合があるので、この二段階上がりにならないように気をつけてほしい。あとは背中の弁当ボールでもやってるときに、お腹に力が入ってなければ、これが一回一回こう、ギュイッ、ギュイッ。 ギュイッとこの上半身腰が動きすぎちゃうんですね。これ動かさないです。お腹と腰の関係を変えないでやっていかなければいけないですね。まあその感じでやっちゃいけない。でもやっちゃいけっちゃうない筋トレフォームっていうのが一応6パターンありますが結構いろいろあります。まさかやってないと思いますが、もしやってるものがあれば必ず今すぐ次から修正してください。 早く修正できた人ほど早く体がよく変わっていきますのでそこを頑張っていきましょう。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタなどもやってますのでフォローよろしくお願いします。パーサートレーナーリーでした。